にちは、手島春子です。今回はリボンとガーランドのティーカップ&ソーサーとケーキ皿などのセットをご紹介いたします。ドイツのフッチェンロイターの白磁に書いたものです。今載っているお菓子は六本木ヒルズにあるジュエルロブションのカヌレです。紅茶はいつものマリアージュのアールグレイフレンチブルーを使っています。7年ぐらい前にこの絵は描いたもので、ソーサーの方はこのような感じで、ちょうど紅茶のカップの形です。今カヌレを乗せているお皿はこちらの形と、こちらの絵の形だいぶ違います。ピンク系でもどのグレーを入れるかとか、ブラウンを入れるかとか、あとはピンクもサーモンピンクも使ってみるとか、いろいろ形も変えながら色も変えながら描いています。で、リボンの数や形、ガーランドの数やカーブの形など少しずつ変えています。どれが一番いいかというのはまだ決められません。一応他のものもご紹介します。こういう感じ、花の数もいろいろ変えています。あとこちらは卵の台です。エッグスタンド、それからこれは以前も登場したプリンのカップに書いています。それからこれはリモージュの白磁に書いたものです。変わった形です。で、中を見るとこういう風になっていて、ドレッシング入れです。ここから下からこう出てくる液体と、こちらの上から出てくる油と、この方向によって出せるようになっています。これとこれは随分前に描いたものです。とこちらはスプーンなどを入れています。こちらとこちらは
紅茶の葉っぱをすくうスプーンとして利用しています。これは結構サーモンピンクを使っているので、ピンクのこの辺のピンクと比べるとだいぶ色が違っています。両方好きな色なので、もうどちらがいいとは決められなくって、今までもういろんな、まだいろいろピンク系は試しています。で、今回こちらを今制作中のものです。この濃い部分は2度目に絵付けをしたもので、この2回焼きで終わりなので、こちらの濃い部分が出来上がりの色になりますが、お釜に入れると多少赤みが出ますので、これとはちょっと違った色になると思いますが、また少し新たな色を試しています。柄も少し変えています。リボンの形を横に、下にリボンの先端が垂れるのではなく、ちょっと横にしてみています。では今回のご紹介は以上です。